れ吸い込みやべえそこいる中クソ強いからお前土着クソ久しぶりあ、そうそうお前が押さなきゃいけないもんただ俺ディカプリずっと使ってたよなあ、そう、この頃の剣でクソ強いんだよな俺どっちだったっけいつも神竜でぶっ放しとったぶっ放やろうや格ゲーとしてこっちの方がごめん楽しいカプコンさんごめんなさい楽しいですここも楽しいけどこっちが楽しい格ゲーしてる感もあったかな、まあ、ゲーム的に面白いよねどうしたよそのカプコンあれポスト入っとるぞ仲良くなったからうるせえなあったなこんななんかすごい感じだったっけすごいかここなんかわけわからん技出てるダメージがでっけそうそうや鬼を使っとったわおサムズアップへへへ飛ぶなもうさはやいゲームだうるせえなぁいっぱい出るやんうるせえなおしゃべりやつ俺で当時出て気づかなかったけどうるせえなこの頃の剣が強いてか前中継が強すぎる時代だあ、そうやったなクソ強いもん忘れとったわ俺もあるけどなうわっ悪い癖が出てくるなんで違うでしょエクササイズしてろあらこのゲームはやっぱ難しい楽しいゲームですよ3ラウンド制なのにストボの2ラウンド制ぐらいの時間しかかかってない俺の得意技してるだろガチャガチャ昇竜拳壊したろガチャガチャ昇竜拳ですいや削り KO があるぞこのゲームは。お兄さんズボンどうしたの？いっぱい出るやん。あ、失礼めくって裏行っちゃってるからめくって
暗い逃げしようと思ってもういっちゃうめっちゃ離れてるな。そうやね、神ゲーなんだよ。神ゲーやな。神ゲーなんだよ。うわ、止めたな。クソ技の押し付け合いだったわ、このゲーム。あれ、クリアがずるいな。あ、成功ったやろ。ゴム出し方忘れてた。剣はあれ真空なボクが前に来て波動波動パンチ3つやる。波動波動、ああそう、この時代 PPP があるから。俺たち変わってねえけどそこは。剣さん出そうやね。なんか使いやつおったっけ。俺も他におったよ、おったよ。T ホークやおったよ。駒投げ最強時代だったからね。スパ道剣、スパ道剣、スパ道剣、あの頃って何で俺も遊んでたの。この辺は結局同期、俺結構読むってむずくてやめた感じあるからな。まあ、リカブ使ってただけで懐かしいな。リカちゃんは強い。いやー、サンダーホーク懐かしいな。にっこりやつかった。にっこりやつかった。なんかブーンみたいな技あったよね。あ、空中で PVP だったか KKK だったか。もう飛んでけ、もう飛んどるやん。早口やな。新年を向けて戦い。誰か特有の早口とかね。はしゃいぐるはしゃいぐる。うわー、そうやった。このぜ、駒だけ打撃上書きするのじゃん。はしゃいぞ。めっちゃはしゃぐやん。はい。ピーやってる場合じゃねえな。平泳ぎしてる場合じゃねえな。B ランク職員やぞ。めっちゃ止まってきてるよ。セーフ。漏れるね。うわ、アメリカン大富豪だ。うわぁ、すごいでしょ。おっぱい触ってる。なんて、なんて、うるせえ。この父はどの子に作る。すげえな、ゲージ全部使ってます。無効ないよってこいつ。これでどうよいしょ、くるくるくる。痛そう。後ろの一般通過じいちゃん。おお、めくったんです。
危ねえな。まあいいや。うそー、コンピューターだよ。ゲーム貫かれてる。誰、楽しいな、このゲーム。こいつうるせえだけやん。謝れ、世界の T-Folk ファン。いや、いねえんだよ。公式じゃないけどさ、攻略ウィキにもさ、スト4の不思議な影の薄さから使われるキャラが使われないってことだ。2011年からアーケードエディションです。シーンの方。うそ。何食べとるんかだった。懐かしい。すげえな、やっぱ。うるせえわ。めっちゃ掘りで。足速い。いらっしゃいませ。あ、ぶっ立たんじゃないとめんどくせえな。あ、削りやめめっちゃホリデー。休みじゃなかった。どうやって収録してんだよ。仕事中か。しっかり。あ、いや、こか。なんで。嫌がらせしただけ。どこ行け。いや、これだ、懐かしい。そう、しゃがみに当たらんのやからね。懐かしいな、いろいろと。やべ。さっきも見たやろ。ストレート三立てやんけ、こいつ。もうグローブの色さっきよりカビ取るけど大丈夫。やったって。某コピペ思い出す。やったって。投稿者やめておこう。あー、もったいね。股間にぶち込みくぶち込みくぶち込みくおい、なんだ、神ゲーかこれ。バイ神ゲーかあれ。やめてくれ。めっちゃ短いな。当たってみとかありましたね。眼球飛び出してましたよ。おへー。あ
下から拾っていくグローブまで髪の色と合わせやがったおぉ、サムザップや挑発行為かそうだガチャの癖ついたらこのゲームのせいかやっと戦い方が分かってきた。よう、こん時よう新竜拳なんかで遊んだな。こん時俺だって全然勝てんくてさ、ここでやっと結構よう合わねえんだろ。普通難しいよねこのゲーム。面白いけど。僕たちが先行入力がないからガチで目押ししなきゃいけない。そうか、ゲージ使われてもウルコンゲージは別だから。せやな、これ違うよね、ごと違うね。使っていいゲージがあるもんな。やったぜ、投稿者コマンが出ていない。いっぱい出るやん。おお、やべ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 。あー強い。ナイスの方。ケンウィンズ。何やもう勝利コード UV 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 って紫外線か。やったね。おい、ちょっとオイルコンビネーションさせる。燃やしたの。オイルコンビネーションさせる。懐かしすぎんだ。定期的に油かけねえと弱体化するんだって。髪型すごいな今見てる。ローションやぞ。叩き直したのこいつ。肌色どうしたよまず。本当にいいのか。ベタベタになるぞ。おっぱいよ。やべ、シャワーコマンドが分からへん。シャワーコマンドが分からへん。確か。そっちかい。首折れたのね。あー、できた。そうなんだよ。曲げてこいつだけ動けるんだよな、油中の。今2回目のオイルコンビネーションできたわ。楽しい。あれ、そういうテーマで飛んでいるって。前昇竜か。生まれたね。負
吸い込みやべえそう、オイル中ってクソ強いからな、覚えとけよ。どっから出したよ、ケツのな。8割くらい持って帰ると思って。また俺剣いじめてんの。あ、これじゃん、これだ。忘れてた、基本中の基本が忘れてた。スパコンが何だったかな、スパコンなんだろう。サムザップ注文あるケース踏めよ。あー、今だったなー。うわあ、オッケー、オッケー、おい、生きてね。油塗ってっから燃えんだよな。あかん。実際オイルモード中だけダメージ2割カットかなんかあったはずだから、確かね、オイル中限定であれば強キャラだけど塗り直す手間でゲチャンキャラ、ダンボ肩並べてる。見直した。確か中和性あるんだな、一応。抱きしめて。死ね。新潟のハローから首死んでんだろ、完全に死んでんだろ。肌で寝るのどうしたんや。ちゃんと早すぎた、早すぎた、埋葬。高い。どうやったらこうなるんだ。顔面ちょっと。中だけなの。はい。なんで出てきてる。そう、一応玉よけ技があったんだけど、久々使うのは地獄何回か分からへんかった。燃える燃える。よし来た。何回っすか。もうこれじゃん。行くぜ。
何回やられるんですか。余裕相撲やりまくってる。ちょっとシャワー強いのやめて。たまらんな。EX シャワー塗りやつ。早いやったっけ。なんか持続力が楽なのかな。確かに追い打ちクソ範囲が長いな。これスタブできたら面白そうなキャラだな。なんですか。実在する競技だから。ぬるぬる追い打ちだな。それなんかあのモレンくぐった先にあるビデオコーナーやる。今のも増えるな。これか。何回もサービスシーンやめる。おりゃ削りがち。クソ髪で買ってもうて。モロに入るとこれ当時ゲーセンやってたけど100円の減り方尋常じゃなかったんだよな。はい。